シンボリックスは同盟のかつて存在したコンピュータ製造企業の資産を引き継いだ私企業でありオープンゲネラリスプシステムや薪島数式処理システムの販売と保守を行っている。本項目では主にかつてのコンピュータ製造企業について解説する。シンボリックスはケンブリッジに本拠地を置いていたコンピュータ製造企業である。 1980年4月9日に設立された。その後、コンコードに拠点を移した。工場はロサンゼルス郊外にあった。シンボリックスはリスプの実行に最適化されたシングルユーザー型コンピュータであるリスプマシンを設計製造していた。またソフトウェア技術においても多大な進歩をもたらし、1980年代から90年代にかけて 最高と言われたソフトウェア開発環境を提供していた。これは現在ではヒューレットパッカードのアルファ上で動作するトゥルー64ユニックス向けのオープン、ゲネラとして販売されている。そのリスプマシンは製品として販売された初のワークステーションであった。シンボリックスは MIT 人工知能研究所からのスピンオフであり、同研究所のスタッフやハッカーが集まって、 リスプマシンを製造することを目的として設立された。同様の企業として、リスプマシーンズ、インクもあるが、シンボリックスの方が多くのハッカーを集め、資金も豊富だった。シンボリックスの最初の製品 l m マイナスには、MIT キャドアというリスプマシン設計の焼き直しであった。そのオペレーティングシステムとソフトウェア開発環境は、MIT のリスプマシンリスプを使っていて、 50万行以上の規模があった。そのリスプは後に MIT からライセンス供与された他社のものと区別するため Z リスプと解消された。そのテキストエディタザマックスは EMAX から派生したものでテキスト処理パッケージツバイに実装されていた。なおツバイはツバイはズアイネイニシャリーの当時語でありアイネはアイネイズノット EMAX の当時語である。 ディスプマシンのシステムソフトウェアは MIT が著作権を持っていてシンボリックスに対してライセンス供与されていた。1981年まで MIT とは全てのソースコードを共有していた。シンボリックスの従業員によればこの方針が変更されたのはリチャード・ストールマンがシンボリックス側が同意できないソース修正を行ったためである。 それは例えば、シンボリックスが言った改善から、シンボリックスの著作権表示を削除し、それを一部だけ残して、他の商用ライセンシーにも渡していたことである。これに対してストールマンは、シンボリックスが MIT に対して、同社の行ったソース改変をローミーに開示しないという条件をつけたが、当時の MIT 人工知能研究所には、複数のバージョンを個々に保守する環境も余裕も、 なかったと主張している。シンボリックスは製品を完全に制御しているとは言えないと判断し、ソフトウェアを社内のサーバーで管理することにした。これについてストールマンは、シンボリックスの目的は、同社が行った改良がローミーにわたるのを防ぐことだったとしている。その後シンボリックスはソフトウェアをあらゆる面で改良していき、それを顧客に提供し続けた。しかし、 MIT はそれを他社に配布することは許されなかった。オープンな協業関係の終焉は、MIT のハッカーコミュニティの終焉を意味していた。これに対して、ストールマンは、新たなコミュニティを作るべく GNU プロジェクトを開始した。このストールマンの決断は、著作権侵害で人工知能研究所から除籍されたことも影響していると考えられる。結果として、 コピーレフトと GNU ゼネラルパブリックライセンスによってハッカーのソフトウェアがフリーソフトウェアのままで存在することを保証したが、より制限の多いライセンスでソフトウェア製品を販売する自由を制限することになった。この流れの中でシンボリックスは敵対的な重要な役割を演じフリーソフトウェア運動を逆に勝つ気づかせることになった。 シンバーリックス36401983年、当初の予定より一年遅れでシンボリックスは三千六百シリーズを発表した。三千六百シリーズは革新的設計であり、CAD はアーキテクチャに基づいてはいるが、実装の詳細については共通点は少ない。プロセッサは三十六ビットワードで、タグとして四ビットまたは八ビットを使い、三十二ビット、 または2 8ビットをアドレスに使う。メモリワードは4 4ビットで、余分な8ビットは前方誤り訂正に使われた。命令セットはスタックマシン型である。3600アーキテクチャでは4096個のハードウェアレジスタがあり、その半分がコールスタックのキャッシュとして使われ、残り半分はマイクロコード実行やオペレーティングシステムやリスプ処理系の時間のかかる。 ルーチンで使われた。仮想記憶やガベージコレクションはハードウェアでサポートされていた。当初の3600プロセッサは c a d アのようにマイクロプログラム方式であり、標準 TTL 集積回路を使った回路基板群で構成されていた。CPU のクロックは実行中の命令によって変化するが通常は約 5MHz であった。 リスプの多くのプリミティブが1クロックで実行される。ディスク入出力はマイクロコードレベルでマルチタスク処理される。MC68000 がフロントエンドプロセッサとして本体の起動処理に使われ、通常運用中は低速な周辺機器の制御を分担していた。また、イーサネットが標準装備されていた。3600は家庭用冷蔵庫程度の大きさであった。 これは、プロセッサの回路基板が、ワイヤーラッピングによるプロトタイプ基板と同じサイズであったためと、当時のディスクドライブの大きさによるものである。当時、Z リスプ処理系を格納できるディスク装置は14インチのものしかなかった。3670と3675は、若干背が低いが、基本的に同じマシンをやや密に実装しただけである。その後、 8インチや5.25インチのディスク装置が登場し、3640や3645での小型化に寄与した。その後、同じアーキテクチャをカスタム LSI で実装するようになり、プロセス先板は5枚から2枚に削減された。これによって製造コストは大幅に低減されたが、性能は若干改善した程度である。 3650は3640と同じ、筐体であった。メモリの高密度実装とディスク装置の小型化によって3620は、フルタワー型 PC 程度の大きさになった。3630は3620の幅を広くして、メモリや拡張カードを追加できるようにしたバージョンである。3610は廉価版であり、 開発用ではなくアプリケーション実行用意としていた。3600シリーズは人工知能研究やその応用製品開発によく使われた。1980年代の人工知能の商用化の流れはシンボリックスの成功に起因している。シンボリックスのコンピュータは AI ソフトウェア開発の最高のプラットフォームとみなされていた。3600シリーズ成功の一因として カラービットマップインターフェースと強力なアニメーションソフトウェアがある。同社の S レンダと S ペイントといったソフトウェアはハリウッドの映画やテレビ番組制作会社で使われた。またシンボリックスは HDTV 品質のビデオを処理できる初のワークステーションを開発し日本でよく使われた。シンボリックスのグラフィックス部門は90年代初めに日面に売却され、 そのソフトウェアは SGI のマシンや Windows NT マシンに移植された。現在は SWare LLC が未来という製品名で販売している。これは映画ロード・オブ・ザ・リング3部作などでも使われている。3600シリーズはシンキングマシンズの超並列マシンの初期のフロントエンドとしても使われた。コネクションマシンでも並列版リスプが動作し、当初は 人工知能研究に使われたため、シンボリックスのリスプマシンはフロントエンドとして最適だった。オペレーティングシステムには当初は名前がなかったが、1984年頃、ゲネラと名付けられた。システムには様々な拡張を施したリスプ処理系が実装されている。その源流は PDP-10 乗のマクリスプだが扱えるデータ型が増え、 多重継承型のオブジェクト思考プログラミング機能が追加されている。当初リスプマシンリスプと呼ばれていたが Z リスプと名付けられ、1987年にコモンリスプが生まれた頃にシンバーリックスコモンリスプとなった。コモンリスプはリスプマシン上の処理系のサブセットである。1980年代後半、リスプマシンのプロセッサを シングルチップ化したアイボリーが登場した。アイボリー390キロはシンボリックス独自のハードウェア記述言語 NS で設計されたベルシーで40ビットワードである。アドレス指定はワード単位であるためアドレス空間は 4GW すなわち 16GB である。アイボリーでは各ワードに8ビットの ECC が付属しており外部メモリのフェッチ幅は 実際には48ビットとなっている。命令は18ビットで、1ワードには2命令と2ビット CDR コードと2ビットデータ型が含まれている。2命令を1ワードでフェッチすることで性能が強化されている。命令セットはチップ内の ROM に格納されたマイクロプログラム方式である。ヒューレットパッカードが製造を担当し、当初は2マイクロメートルプロセスだったが、 あとに1.25マイクロメートル、さらには1マイクロメートルと縮小されていった。スタックマシンであり、パイプラインは4段である。アイボリーは、スタンドアイロンのリスプマシン、コンソールのないリスプマシン、3マイクロシステムズのマシン向けとアップル、マッキントッシュ向けの拡張カードとして販売された。アイボリーを使ったリスプマシンは、従来の3600シリーズの2倍から6倍の、 性能を発揮した。アイボリーの命令セットは後に d ル c α 上でエミュレートされた。この仮想リスプマシンエミュレータとオペレーティングシステムや開発環境を組み合わせてオープン、ゲネラとして販売されている。サンストーンはアイボリーの後継として出荷される予定だったリスク風プロセッサである。しかしテープアウト直前にプロジェクトは中止となった。 1980年代の人工知能ブームに乗ってシンボリックスは急速に成長したが1980年代末から1990年代初めにかけての AI の冬の到来とアメリカの戦略防衛構想の停滞によってシンボリックスは致命的なダメージを負った3マイクロシステムズからソフトウェア専業となるよう示唆されたが それに従うかハードウェア事業を立て直すかで社内で争いが発生し、結果として創業者と信用が同社を離れ、販売はさらに落ち込んだ。それと同時に同社が最高の状態だった時の不動産投資の失敗が重なり、シンボリックスは倒産した。マイクロプロセッサの急速な進歩とリスプコンパイラ技術の進歩によってリスプマシンのような専用マシンを開発するよりも、 普通のマシンでリスクを実行した方がコストパフォーマンスが優れているという状態になった。このためリスクマシンの需要は急速に減っていった。1995年にはリスクマシンの時代は終わり、それと共にシンボリックスも消えていった。シンボリックスはその後も細々と運営され、既存のマクアイボリー UX1200。UX UX1201 などの保守サービスを行っていた。また、オープン・エネラなどの販売も行っていた。2005年7月、カリフォルニアの保守拠点が閉鎖された。オーナーだった、アンドリュー・トッピングも同年に亡くなった。シンボリックスの現在の法的状態は、不明瞭である。シンボリックスが所有していた symbolics.com は、世界初の、 コムドメインと言われている。ゲネラには様々なネットワーク機能も含まれていた。イーサネットが一般化する以前、ディスクマシン向けにケイズネットという欄が生み出された。シンボリックスのシステムではケイズネットもサポートしていたが、同時に TCP、IP も実装されていた。他にもディークネット、IBM の SNA がサポートされている。また、モデムと電話回線を使った、 ダイオレネットもある。ゲネラには分散、名前空間データベースがあり、ネットワークサービスに接続する際に、自動的に最善のプロトコルを選択するようになっていた。アプリケーションやコマンドでは、ホスト名とサービス名だけを指定する。例えば、ホスト名と端末接続であることを指定すると、TCP、IP 上でテルネットプロトコルを使って接続を行う。 同様にファイル操作を指定すれば NFS、FTP、M、ファイル、その他のいずれかを自動的に選択する。シンボリックスでは様々なソフトウェア技術が生み出された。ありがとうございます。